おお、なんか強制って。私のピンチを野生の勘で察したのね。ん？それでね、借りていきたい本がたくさん。ちょっと持ってみたら、教室もと。大丈夫？もうすぐだよ。ありがとうね。あ、ごめんね。ちゃんと紹介させてね。この子は響き、私の親友。ちょっとハイタに似てない？左。それじゃあ紹介になってないよ、はるか。私は3の A の塚原響き。ここにいたか。よろしくね。そんなに怖い顔してるから、この子が怯えちゃってるじゃない。いや、目だけじゃないって、そりゃそうや。髪型似てるなとかっておかしいやん。服こんなん着てるわとかはない。もう何かいいことあった？もしかして可愛い女の子と知り合いになれたのかな？そのか、そのスタンプやめてもらえますか？これ、いや、この段階で決めるの不可能でしょ。いや、俺は直感でいく。お話に付き合ったら許してあげる。いや、これ、いや、これ昼間っすよ。世間話をしてここまで持っていくっていう。笑っちゃうくらい寒いよね。いや、むずいなぁ。いやぁ、こいつもいるなぁ。え、もう、そろそろ絞った方がいいですか？候補。とりあえずね、こいつはちょっと、今んとこそんなに。これもまだ、これもまだ来てないですね、そんなに。
まあでももうちょいやり込みでカバーできるかもしれない、まあ、この辺はパワーはあるね。パワーはある。で森島先輩はまあハイスタンダードですね。だから綾辻がどう、これに帰ってくるということも考えとかなきゃいかん。まあ、この辺は同義です。これ同義でしょ。これ同義。いや難しいねこれ。ないないない。テラス。うん。これはね、食べ物、食べ物でどんどん、食っていうのは結構人の気持ちをこう開放的にというか、ちょっと扉を開くのにやっぱ食ってすごい大事なんですよ。だから交渉事とかでああいうご飯とか食べに行って、そのご飯とかの席で交渉するっていうのはすごい理にかなった。でここでかぶせるように他愛のない話を、中中弱っていう、あえての弱。ペットだよ。中学に上がった時お祝いにもらったんだ。ベッドの話をすることによってこれ布石を、いやこれちょっと待って、これね、いやここでね世間話行くのはね素人さんです。チューチュージャクジャクってありえないから。恋愛、え、ないよそんなの。これそのうち私も読み合いかなり3週ぐらいしてます。これ今いやもうクリアでしょこれ。あ、もうこんな時間。もう少し話していたいんだけど。だよね。はい、もうこれ落ちてますこいつ。完全にもう気があります。いやちょっと待てよ、いやちょっとガード緩いやつ。うん、だからうちの夏は冷房禁止で暑くて汗びしょびしょでシャツなんかぴったりくっついちゃって。どうしたの？私はどちらかというと夏よりも冬の方が好きって感じなんだ。
かなりこれもThank you. ホネタさん。この映像は何なの？この一枚絵は。どこに。どこよ。連呼してくるんやけど、こいつ意味あるこれ。江戸時代の浮世絵だよね。
え、罰、あ、罰、あ、罰はダメなんだ。いやでもその格ゲーだったら1回通らなかった選択肢ももう1回やると通るってことあるから、あれこれカオルルートになってない、これね。いや一番興味はなかった。だったら少し話しても。一番興味はなかったけど逆にっていうのはあるんだから、そういう意味では。よいしょ。え、座っただけじゃない。あんたの膝の上に座っちゃいけないの？どうすけ？どうせ二人きりなんだし、どこに座ったって私の勝手でしょ。いやこれもうさ、これエンディングだって。これピンポン。何？どうして？いいならいいじゃない。だったらオッケーね。あら、うん、あんたね、私が本当に平気だと思ってんの？あつし、私だってドキドキしてるわよ。いいよ別に。ねえ、別に胸くらいなら触ってもいいよ。あんたならいいよ。エンディングですか？てか教室だった。大丈夫？教室だった。